10月1日です。紅小玉スイカの最後の収穫になりました。1月に種まきをして、収穫後一度つるを切り戻して、それから2度目、あとはつるを切り戻さずに3度目の収穫です。1株あたり10個の収穫目標でしたけれども、今年ももう目標達成、1株あたり12個ほど収穫できてます。もう彼岸を過ぎて、スイカの時期も過ぎましたんで、もう十分じゃないかと思ってます。そして株元を言いますと、コンパニオンプランツとして植え付けたマリーゴールドが役を終えました。こんな感じでまだ花咲いてますけども、効果あったと思います。今までツルが元気でいましたので、ネコブ病にもかかってないで、マリーゴールドの効果ありましたと思っています。これでこの後まだハウス閉めるまで間がありますんで、もう一作何か秋鳥のなるいですか、そんなようなものを作って今シーズンを終わりたいと思います。